マグナムはイングランド出身のハードロックバンド。プログレハードな要素を内包し、メロディアスハードロックの代表格として古き良きブリティッシュサウンドを継承しているグループ。1972年結成。1976年まではカバー曲中心のバンドとして活動を続ける。同年。 中心メンバーであったボーカルのボブ・カトレイとギタリストのトニー・クラーキンにドラマーのケックス・ゴーリンとベーシストのデーブ・モーガンが合流。なおデーブ・モーガンは後にエレクトリック・ライト・オーケストラのメンバーとなる。さらにベースがデーブ・モーガンからボリー・ローに交代、キーボーディストのリチャード・ベイリーが加入し、バンドの基本的な骨格が完成する。1978年、 ジェットレコードからアルバム、キングダム・オブ・マッドネスを発表。前衛アルバムチャート58位まで上昇する。タイトル曲はバンドの代表曲として、後々までコンサートのハイライトの一つとなった。1979年、2枚目のアルバム、マグナム2を発売。このアルバムは、チャートインに失敗したが、続いて出したライブアルバム、マローダーが、 全英チャート34位まで上昇。さらにライブシングルマグナムライブも全英シングルチャート47位となり、バンドは名脈を保つ。この頃、キーボーディストがマーク・スタンウェイに交代。1982年、ジェフ・グリックスマンをプロデューサーに迎えて制作したアルバムチェイス・ザ・ドラゴンが全英チャート17位まで上昇。 ハードロックバンドとしての地位を固める。このアルバムからは、ソルジャー・オブ・ザ・ライン、セイクリッド・アワー、ザ・スピリットがコンサートの定番曲となった。また、アルバムのアートワークをロドニー・マ・シューズが手掛けた。この時期、バンドは、オジー・オズボーンのサポートアクトとして、アメリカツアーに同行している。1983年、セルフプロデュースのアルバム、G イレブンスアワー。発表。このアルバムは全英チャート38位となるもバンドは Z レコードを離れる。この後バンドはしばらく活動を停止。マーク・スタンウェイはフィル・ライノットのバンドに参加。またドラマーがジム・シンプソンに交代。1985年、バンドは FM レコードに移籍してアルバム On a Story Tellers Night を発表。 ドラマーがミッキー・バーカーに交代。これで黄金期のメンバーが揃ったことになる。全英チャート24位を獲得。ヨーロッパにおいても順調なセールスを記録。オン、エース・トリー・テラー、エス・ナイト、ジャスト・ライク・アン・アロー、レモール・ダン・キャントなどがコンサートのハイライト曲となる。このアルバムの成功によってバンドはポリドール・レコードとの契約を獲得した。 また、この年、ドニントンパークで開催された、モンスターズ・オブ・ロック・フェスティバルのオープニングアクトにも選ばれている。1986年、クイーンのロジャー・テイラーを共同プロデューサーに迎えて、アルバム、ロンリー・ナイトを制作。ビジランテ、ニード、エイロット・オブ・ラブ、ウェン・ザ・ワールド・カムズ・ダウンなどが、コンサートの定番曲となる。1988年、 アルバム、ウィングス・オブ・ヘブン発売。前衛チャート5位獲得。バンドは、アリーナツアーを行えるまでになる。1990年、キースオルセンをプロデューサーに迎えた、アルバム、グッドナイト・ LA 発表。前衛チャート9位獲得。1991年、ライブアルバム、ザ・スピリット発表。しかしバンドはこのアルバムを最後に、 ポリドールを離れて瞑想を始める。1992年にはインディーズレイベルのミュージック・フォーネーションズからアルバムスリープ・ワキングを発表。1994年にはアコースティックアルバムキーピング・ザ・ナイトライト、バーニングと通常のアルバムロック・アートを発表。しかしバンドは解散を表明し解散記念ツアーに出る。1995年 解散記念ツアーを収録したライブアルバムストロングホールドライブ発表。バンドは解散。ボブ・カトレイとトニー・クラーキンはバンドハードレインを結成して活動するも時代はオルタナティブロック一式というハードロック暗黒時代に差し掛かっておりバンドはなかなか軌道に乗らなかった。そうこうするうちにボブ・カトレイのソロ活動に勢いがつき始めてバンドは解散。 ボブ・カトレイはソロのボーカリストとして成功を収める。2005年のグループショット2001年、ボブ・カトレイとトニー・クラーキンはマーク・スタンウェイを呼び戻し、ハードレインにも参加していたベーシストのアルバローも加えてマグナムを再結成。2002年、アルバムブレス・オブ・ライフをリリースし、その後元サンダーのハリー・ジェームズを新ドラマーとして迎えた。以降、コンスタントに 作品リリースを重ねる。2016年、長年在籍したマーク・スタンウェイ、翌2017年にはハリー・ジェイムズが脱退。新メンバーにリー・モリス、リック・ベントンが加入。2018年、新体制に移行してから、初のナインティーンスアルバム、ロスト・オン・ザ・ロード・ツー・エターニティを発表。2019年、長年在籍したアルバローが、家庭の事情で脱退。 公認にデニスワードが加入。2020年、節目の 20th アルバム、ザ・サーペント・リングスを発表。2019年7月時点。ありがとうございます。